はいどうも、マッシュです。皆さん、サカつくじゃねえや、サッカーやってますか？それではですね、早速、サカつくやっていきたいと思います。まあ、ルールはですね、概要欄貼ってますので、そちらから確認していただければと思います。まあ、1年目、2月の4週目ですね。まあ、全然強くなんねえかな。まあでも始めたばっかで、前回はマンチェスターユナイテッドとやって、まあ、0-2 で負けたっていう、まあ、前回の動画も、まあ、チェックしていただければと思います。さあ、全然でしたもんね、正直。まあ、でもこれからのチームなんで、まあ、そりゃそうか。まあ、結構疲れも溜まってるんで、このオレンジのゲージがこの疲れのゲージですね。で、青がディフェンス、緑がオフェンスの能力ですね。もう見たら分かりますか、そんな素人、皆さんも素人じゃないんで。で、L1 を押せば、連携、まあ、ゼロですね。で、これが R1 を押せば、選手。まあ、プレースタイルとかもこう決めていけるし、フォーメーションとかもいじくれますね。まあ、僕は、この、まあ、343だったんですよね。343、まあ、いいんすかね。まあ、バルセロナとかもそうですもんね。あ、バルセロナ433か。どっちがいいんですかね、343。3は、この、両サイドにちょっと負担かかるっていう部分もあるんで、まあでもそれでもね、343かな。とりあえず343でやっていきますか。まあ、これのレベルやったら正直、ユース入団させてもいいかなって、もこの段階でってあるっすけど、まあでもまあ、まあ、お金もないんで。プロモーションですね。何でしょう、バキトですね。じゃあ、うちのこれはこれは何やってるかって、あの選手のプロモーションやることで、選手の評判っていうか評価を上げていくんですよ。で、こうやってやっていくと、まあ、人気度が上がっていって、まあチームの顔としてになっていくんで、まあプロモーションはね、どんどんやっていった方がいいですね。ぜひ、まあでも何でもいい、何でもいいっていうか、まあなんか適材適所あったり、まあ例えば総論合ってれば、バーンクラブの人気も上がっていくんで、まあファンが増えていったりするんで、全然やっていった方がいいと思いますけどもね。で、これが月の月間報告書ですね。まあマイナス、それはあれ言ったんでね、なんだって、最近言葉からも出てこんし、キャンプ行ったんで。わー、楽しいね。3月、じゃあ J リーグも開幕、 J2 からやと思う、多分。うん、 J2 から。で、こうやってプロモで、これはファン増やしたりできるし、資格を押せばね、オートでやってくれるんですよ。で、面談も不満が溜まっていくとですね、チームがこうガタガタなっちゃうんで、まあ、よくよろしくないんで、この不満も解決していってって感じで終わりですね。大体こんな感じです、僕はいつも。いやー、中村健吾欲しいなー。そういえばね、中村健吾も引退しましたよね。あ、ほんとお疲れ様でした。18年 J リーグ生活だった気がしますけど、1年で昇格できたら美味しい。もう、まあまあまあ、めちゃくちゃ美味しいね。僕、一回も J2 のトロフィー取ったことないと思うんですよね、正直、確か。いやー、いけるね、多分。でも、俺、強いもん。主力候補リストアップ。どんな選手来るやか。まあ、でも、この選手取れないんで、まあ、縛りがあるんでね。まあ、概要欄見てくれてる人は分かると思いますけども。だから正直あんまもう関係ないかなって思う、スカウト。ここの選手も取っていいようにしたいですけどね、未所属の選手も。もうマジで取っていけたらなっちゃ思うけどね。まあ無理か。あー、 J リーグ開幕、アラームなりよ、失礼しました。あ、俺多分設定してないな、これ。僕いつも設定するのがあって、
チーム戦術で違うね、練習全体練習で違う、臨時休業ですね、チーム休業で自動休業ですね。あーどうしよっかな、でもまあ J2 やしな、練習させた方が良くないですか、限界まで練習させますか、怪我増えるかな、ほどほどにしときますか。結構疲れ溜まっとんな、疲れたらすぐ休ませますか、ちょっと疲れてすぐです。アンテナ3本だとこの青い表記は休みますよっていう表記です、覚えておいてください。だから今週は休みます。ではそれでですね、試合に行きましょう。いやー始まりましたね、開幕3月1年目。おい、一応ユニフォームかっこよくない、普通にどうすかね、かっこよくないですか。よし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 、あ露天出したあだけか、収入増えるんですよ露天出すと。お F マリノス、じゃあ横浜 FC、 あ強くないね、大久保ってこれアビにおった選手じゃないですか、でっかくて身長が、確か身長とか乗ってないか、あのトン190でかいジャンボ大久保って言われてたっすね確か。いやー今横浜マリ、横浜 FC もね松井大輔おったり俊介もいますもんね、あと三浦和、ちょっと試合見たいけどちょっと結果見ますか。赤が僕のチームです。点取ってほしいけどな、あんまこう、うわー負けたー、負けたし、嘘やろ、ホームで負けんの一番でかいんだよな、ホームで負けたらダメなんですよ、評価下がっちゃうんで、サポーターも減るんすよ、まあ、これはもうマックスなんでいいんすよ。あ減らんかったね、サポーター300人しか来ない、やばいっしょ普通に。わあ土のグラウンドってこれ初めて見るかもしれん。おおいいね、この覚醒ポイントを上げていってから選手をこう強くしていくんですよ。あみんないいね、 100% のアリアンね、みんな最高。まあヘボイ選手ほどこうやってすぐバーンってゲージ上がりますから、まあ、育てがいはあるっすよね。だからやっぱユースチームからどんどんこうやっていった方がいいと思うし、負けるとね、こう、共有するんですよ。で、ちょっと、連携が上がる。もう、負ければいいかなって時もあるんですけど、まあ、でも、ホームではぜひね、負けたくないです。収入も減るんで、評価も下がるし、いいことないんで。まあ、そんな感じっすね。まあ、こうやって初めて J2 とか出場すると、こうやって、まあ、覚醒ポイントが上がるんで。そんな感じでねやっていったらいいんじゃないですかね。ああ秋田も緊張しちゃったよ、それ二十歳でね、どうかな、分からんけど、俺も J リーガーなったことないから。でこの 100% になった選手はどこ行ったかな、岡村とかはこうやって能力覚醒で同じ極意のやつを見つけてあげればいい。ウィングバックやったらウィングバック、まあお金かかるんですよこれ。でもこうやってせんと選手が育たないんで、あとあれ面白ったはず、あベンチか、あベンチの選手今いいでしょうね、スタメンを。宮里もね、こいつなかなかいい選手だと思うけどね、全然もうカスみたいな選手ですね。まあ、来年年俸払えなくなったら終わりなんで、あんまこうやりすぎても良くないんで、まあ、そこはうまく調整して、まあ、チームとしてね、こう、やっていく必要ですね。いや、勝ちてえなぁ、ヴェルディ。お、西織り西。元日本代表でしょ、こいつ。西。
森祐介の聞いたことあんな。キローラン、これ兄弟やろ絶対。この二人絶対兄弟や。違う。マーキーおるやん。お、高原もおる。うわ、えぐ。あ、これ顔出るやん。キローラン、キローラン顔全然ちゃうやん。いけるし。お、杉本。あ、これ知らんな。お、鈴木、鈴木、これもアビーはおらんかったかな。いや、いきますか。僕はもう試合も見ないタイプなんで、時間の無駄なんで。まあでもこれ監督操作とか、お、うわー、これ初得点じゃない。初得点、足洗いイレブン誕生して初得点。うわー、もうディフェンスガタガタ。あー、全然強くないなー。やっぱ俺見らんといけんのかな試合。なんで秋と変えるんかな。ちょっと今シーズンやばいかもしれんね。まあ、J2 優勝はないね。もう間違いない。あ、でもまだちょっとわからんもんな。こればっかなんとも言えんし。でも勝ちてえなー、やっぱ。試合しよう以上は。いや、こうやってね、どんどんこうイメージ膨らましてね、連携上げていって、チームが強くなって、まあ、世界一、日本一になっていければと思うけどね。まあ、10年以内には、日本のすべてのタイトル取りたいけど、まあ、なかなかそううまくもいくわけじゃないしね。まあ、楽しみだね。これで宮里と、今ね、岡村が、こう、ちょっとずつレベルが、ランクが上がっていって。あんまそんなん、俺も、基本的には、練習見ることもほとんどないし、練習見ることないし、3週に1回なんすよ。違う、3週に1回 ?3 週の、週の半分、月の半分でスカウトが選手連れてくるんですけど、まあ関係ないですけどね、正直。ユース取るメリットは、最初の1年目480万なんですよ、年俸が。どんだけいい選手でも。まあ、そこで活躍して、例えばその、レンタル移籍とかさせると、まあ不満として、まあ年俸上げろってなるんですけど、ザスパ草津ってこの時期あったんだ。もう筆頭選手一人もおらんもんね。こういうちょっと弱っちいチームになると、やっぱどうしてもわからんね。ダニエワウですかと思うやん。まあ、今回のサムネはもうね、あの双子の兄弟ですね。 PK 止めた、すごいね。勝ちたいねー。おっしゃ、やったー、初勝利、初勝利です。いやー、第3節かな。サムネやろ今の、絶対16位って、えぐない。お、ギラおるやん。あ、そっか、ギラもおるんか。めっちゃギラより上、チャビより下なんこれ。アビより下はいただけんねえ、マジで困ったわ。そりゃ1400万やば。ああ、これ選手育てるのに3000万かかるんよ。こう2人使って1400万で3、6000万回収すんの、めちゃくちゃやん。めちゃくちゃやな。テレレ、うわ、ここにも勝ちた。お、千代田だ。元アビスパにおった選手。千代田、ミツロールや。お、柴崎おるやん。え、これアントラーズ選手なかったっけ。そうだよね、確か。違う、金持っとんな。お、アレックスおるやん。これもアビの選手やろ、元。え、こっち流れよちこと。柴崎ってなんだ、ドーグラスコースじゃないんこれ。あの、めっちゃ今強い。浜田武史の聞いたことある、知らん。あー、ちょっとこれには勝てんやろな、まだ。うわ、強っ。そっ
個先制されたし、ずっと攻められっぱなし。うわーやば。あー追いつきたかったけど、やっぱちょっとまだレベル高えわ。普通にレベル高いっす。勝てる気はせんかった今の。よいて、あらら、うわー勝てんねー。チュッチュルチュッチュチュルチュルチュー。まあしゃあないかこればっか。あーサカツコもれーわ。やっぱ普通に、いや取るべきかな。取った方がいいと思う。皆さんどう思います？ユースチーム、まあコメント欄とかいただいたらちょっと取ろうかなと思うよるし、まあだってかなり高い実力を秘めてる。もうこの三浦選手以外はまあ取ってもいいかなって感じなんやけどな。まあでももうちょいか、やっぱ練習させた方がいいか。ああ強化トレ、強化選手にしとかんといけんね。ボランチ欲しいね。センターバックもいいね。相川君日本人だ。昔よくね親がやってたんですよ、サカツク。やっぱその影響はやっぱありますよね。やっぱ面白いもん、やっぱやってみると難しかったです最初マジ。もうビビるぐらいマジで本当に。でもなんかね、最初プレステ2でやってたんかな、プレステ2でやりようときはもうすぐ赤字になるんですよ。お金なくなってほんまマイナスになって終わりみたいな。やっぱその時はまだ何もわからなかったですもんね、その経営とか選手のそのやつね。目黒空、すごいね名前が。いやほんとわからんかったっすね。まあでも今試合でやんかちょっと適当に選んじゃった。そうなんや、やっぱそれがねやっぱあるけんな。やっぱ難しいよねやっぱ逆つく。やっぱでもおもろいはおもろいけどね、普通におもろいけどもどうしてもね、もう全然わからんクラブばっかやな。こうやって俺見ようけど見る必要もないもん正直。お黒部、これ京都におった選手でしょ。こんなんわかる。あーびっくりした、オリジナル選手でこれと似たような名前がいるんですよ。ミクリアって名前だから。めちゃくちゃいい選手ですよ。お山瀬おるやん。あ違うな、この山瀬違う山瀬や絶対違うわ。平山、これすごいね、ユーティリティプレイヤーですね。おっしゃー、速攻先制した。うわカターレ弱いぞ、カターレ弱いね。宮里退場してん。いや強いよ普通に。いいね、おもれー。やっぱ勝つと嬉しいですねやっぱ普通に。しかもホームで。うーんギラしたやんだいぶ。ガンバ強い、ガンバ J2 おるやん、やっとさんおるやん J2 に。いやおるか知らんけどね。いや割強いよ、スタメンに欠員発生。もう嫉妬。いや本来なら多分ここで調整とかするんですけど、僕はもう普通に楽しんでね。もうみんなどうやってサカツクしようとか知らんけどね、俺はもうこの俺スタイルで長年やってきた。あーいいね、モチベーション上げてくれるね。いいね、全選手のモチベーが上がった。宮里の代わり務めれる選手おらんぞ多分。どうしよう、オビッセル神戸。あーまあ J2 の時代ですね、まだイニエスタとかおらんけど。それ当たり前か。うわ目黒ちゃん使っちゃう、クソみたいな選手ですけどね。いや勝ちたいよ全試合。
ぱ優勝して J1 に上がりたいっす。もうそれはマストというか絶対条件でしょ。うわ強え強え強い、ヴィッセル神戸なんてこった。でも6位、まあ上位か6位は、1位どこなの、やっぱガンバダントツ。アビも5位まで上がった、強いね。でも今年 J2 上がったチームで16位ってなかなか強いと思うけどね。普通に1年目で優勝して大したもんやと思うけど、そりゃ選手取ればね、そりゃ強いと思うけど、こいつまで出たことなかったんかい。やっぱ10年間同じ選手とかでやってった方が強くなると思うし、早急にね芝生に変えたいね、この土のグラウンド。まあそういうのもスタジアムからとかできるんで、変えれるって。ちょっとあとやってみましょうか。芝生とかにしたいときは建設行っていただいて、例えばそうだね、もう 今言った通り芝生にしたいっていうんであれば、スタジアムじゃない方のクラブハウスをして施設設置で、この芝生に変えてあげる、まあ、変えてあげると選手のね負担を減らして、まあ、怪我なくしたりできるんで、まあそんなんもしたいけどね、早く。ちょっとねユース料とかもしたいし、トレーニングルームとか別に正直どっちでもいいですね、別に。まあ、そんなことよりやっぱ休養っすよね、選手の休養。マッサージルームとかつけたり、ですね。まあ、2あれば十分でしょう、選手も。やっぱフィジカルですね、最初。走り負けないと、止めて蹴るとかサッカー選手も当たり前のマストなんで、いやガンバ来た、首位ガンバ、遠藤おるし、やっとさ、こんなチーム勝てるわけないや、家長。もう今考えたらもうめちゃくちゃ強いよ、パウリーノ、レアンドロ、明神、今野もおるよ。もう日本代表クラスの選手がいっぱいいますね。宇治原、岩下、内田とこの辺分からないね。カジコもね、カジコ。キーパー藤ヶ谷。あ、二川もおるやん。あ、阿部くんもおる、阿部ちゃん。二川。西。倉田おるやん。ま、10番っけ。家長って最初ここにおったんけ、ガンバっけ。いや、これはいい選手になりましたよ、今。めちゃくちゃすごいもんな。フィジカル強いし、冷静、パスもうまい、シュートもうまいしね。落ち着きましたよね。昔はなんかもう家長ってゴリゴリのタイプでしたけど、まあ、今ももちろんゴリゴリの選手ですけど、まあ、昔ほどの勢いはないですね、やっぱ。まあ、年齢も増えてますから、まあ、ベテランになったんで。3-0? マンチェスター・ユナイテッドも強いんじゃない、弱いんじゃないか説。一番正直あるね、これは。勝てんわ、全然勝てん。あ、まあ2勝しかしないもんね、始まって。いやーでも楽しいよ、普通に。試合数多いんかな J2 って、ちょっと分からんけど。まあこうやってね1ヶ月が終わりました。もうマイナス6000万円も赤字やん、この時点で。こうやって経験でもらえるんですよ。で、監督のレベルも上がるんですけど、もう僕はもう常にマックス。すでに。楽しいね。普通に。おもろい。うわ、アビと福岡ダービーや。え、ダービーないんだ、ダービー。なんか。やっぱ練習戦とね、強くならんけんね。
うわ、移籍オファー来るもん。しかも海外から。宮下ってボランチやったっけ？あの宮下じゃあね、宮里やん。宮下って誰？宮下1500枚席安すぎやろ。出してもいいけどね。サイドバックちょっと使ってないんや。いいよ、出すか。まあこうやってね、まあ、ビジネスとして選手間こうやってお金増やしたりとかっていうこともできます。まあ、それはおいおいね。いい選手を松下、これいい選手でしょ。今日おじさんやな。育てがいがないですね、もうおじさんの選手になると。やっぱ19とかって取りたいです、やっぱ。まあ今回はそんな感じで、まあ初勝利もできたということでですね、まあぜひ次回はまあ第3、まあ上位上げていって、まあ徐々にねやっていきたいと思います。それではね、次の動画でお会いしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、まあ、良ければね、面白いっていうか、まあ、一緒にサカツクチーム作っていこうっていう感じなんで、まあそういうのでコメントとかいただいて、まあ切磋琢磨チームを作っていこうかなと思っております。それではね、次の動画でお会いしましょう。